今週末に開催される静岡まつりは、3年ぶりにコロナ前と同じ形で開催されます。田辺市長は、和やかに祭りを盛り上げ、暮らしを取り戻したいと語りました。すでに美雪通りには赤い提灯が見えておりますが、今週末、金曜日、4月1日から第66回の静岡まつりを 開催させていただきます静岡まつりは例年50万人以上が訪れる静岡市の春の風物詩です新型コロナウイルスの影響でおととしは中止去年は規模を縮小しての開催でしたが今年はコロナ前と変わらぬ形での実施に踏み切りますメインイベントの大御所花見行列も3年ぶりに復活し 大御所役の俳優鈴木福さんと穂坂直樹さんが静岡市の中心街を練り歩きますただ静岡市の感染者は減少してきてはいるものの人口10万人あたりの感染者数は依然として高止まり傾向にあります田辺市長はきょうの会見でコロナ禍の静岡祭りを安全に楽しむための協力を呼びかけました 来場される皆さんも、事前の単調管理とか、あるいは消毒とか、あるいは黙食などのご協力をお願いをして、みんなで和やかにこの祭りを盛り上げていきたい、暮らしを取り戻していきたいと、大きな声を出すような大騒ぎということは控えてほしいと思っています静岡祭りは今週金曜日から3日間にわたって開かれ。 今年は初めて花見行列などをインターネットでも生中継する予定です。